今回も始まりました一体感マイ FC。 それでは早速、はい、ゲストをお呼びしましょう。はい、ではお願いします。どうぞー。イエーイ。怪我してます。すいません。これやべでしょ。全然大丈夫。大丈夫。お名前どうぞ。堀健太です。お願いします。お願いします。さあ、じゃあ今日はですね、堀くん、堀選手に何か教わりたいんですけれども、おいくつ？僕は22になりました。 22?、はい、若い。若っ。ゆあちゃん、はい、見えた22に。いや、若干ちょっとあの癖がありそうなので、もうちょっとなんか慣れてるから上かなって思いました。何歳に見られるの？あ、まあでもいつもは、まあ、35とか。そんなに？まあでも結構、はい、同年代上に上に見られますね。そうだよな、コミュ力すごそうやもんね。いやいや、そんなことないですね。そうなんだ、はい、で高卒でプロ何年目今？プロ4年目になりました。4年目なんだ。出身はどちら？はい、出身は、神奈川の横浜で。なんかプロフィールで語尾にダベをつけるっていう。ああ、つけるの？みんな知らないですか？え、知らない。横、あっちの方の人は、今日暑いべみたいな、ダベ、なんとかダベっていうのを結構使いますね。知ってた？知らないです。なんか癖のある感じの人しか使わないと思って。失礼。僕俺だけ、うん、いや失礼な、先から癖のある、癖のあるばっかり。もうなあ、こら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 。でもやれるよこの子は。いやいや。さあ、じゃあ岩ちゃん、じゃあ、はい、ニックネーム決め。そうですね、ニックネームは普段なんて呼ばれますか？まあ、僕はもうもちろんホリケンですね。ホリケン。もうホリケンタなので、ホリケンで。じゃあニックネームはホリケンでいいですか？ホリケンでお願いします。はい、お願いします。ではこれからホリケンに教えてもらうわけですが、うん、何を私に教えてくれますか？今日はドリブルシュートを教えたいと思います。ドリブルからのシュート？あ、そうです。はい。おー、未だかつてやったことないよね。いや、ちょっとあの作業多くないですか？すごい難しそうなんですけど大丈夫ですかね？今まではぶつ切りにしてたけど、はい、作業工程が一つ増えました。増えました。しかも何利きですか？僕は左利きです。へー。ってことは、うん、左利きで。あ、左で。左でやらないと。左でじゃあドリブルして、で左でシュートです。難易度が、難易度が高い。さあ、できるのかな？できますかね？できます。大丈夫です。褒めてくれるね。はい、マイ FC の選手は。じゃあ頑張ってみます。頑張ろう、やってみよう。はい、はい、ではお願いします。お願いします。お願いします。一体感。はい、じゃあまずはですね、堀健、はい、ちょっとね、今からドリブルを教えてもらうんですけど、はい、このおなごに対してこのおなごが今まで2年間培ってきたプレー、どれぐらいできるかちょっと見てほしい、ドリブルを。はい、それでちょっとどういうメニューを組むとか何か言ってあげることがあれば言ってほしいんですよね。はい、わかりました。じゃあ岩ちゃん、行けますか？はい、これは左足ですか？左足でお願いします。頑張ります。そうですよ、はい、左足でドリブルをお願いします。はい、どうぞ。はい、私が思うドリブルいきます。よいしょよいしょ。あ、こっち行っちゃう、右。よいしょ。どうですか？素晴らしい。嘘つけ。素晴らしいです。嘘つけ。さっきカメラ回ってんとこで手がどうやとか言ってたやん。いや、でも、うん、すごい上手いと思います。上手い？はい、そっからだったら、うん、シュートまでいけると思います。あ、なるほど。ちょっともう一回、思った以上に褒めてくれたからもう一回戻ってみて。あ、わかりました。はい。いや、え、こんな褒めてもらえると思わなかった。思わなかった。あれ、あと私が思うドリブルっていうのないから。では、まっすぐドリブル。まっすぐ。左足。はい。お願いします。いきます。無理。お。大丈夫。はい、カメラはゴール。はい、ゴールでもないんだけど、まあいいか。どう？いや、何か言うとこあれば、まあ、言うとしたら、はい、ちょっとこうやってボールをインサイドで持ってドリブルしてしまっていたので、なるほど、まあ、サイドでこうやって相手をこうやって横に揺さぶるときとかはいいと思うんですけど、ゴールに向かってプレーするときにこうやってインサイドで横に行ったら、
ちょっと相手を騙せないというか、僕だったらちょっとアウトサイド気味にボールを持って、で最後重心で、僕左利きなのでずらしてシュートっていう方が。なるほど、はい、アウトサイドだとどうなる？インサイドよりもアウトサイドの方がスピードも出やすいですね。このこうやって走るのと、うん、そのまま足を前にこういう運んでドリブルするのでは、はい、スピードがの出方がちょっと違うと思います。なるほど、はい、OK。 じゃあ今ここでホリケンにデモンストレーション見せてもらいましょう。はい、お手本を。はい、イワちゃんキーパー、キーパー、キーパー行ってみといて、はい、いきます。それじゃあホリケンデモンストレーション見せてもらいます。あえてね、OK、あえて、あえてのあえて のポスト。ちょっとあの見て、キーパー見て、ポカンってなってるから。レディースなんで、いきます。はい、うわあ、止めるんだったちょっと強ないそれちょっと強ない？いや、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、避けれるぐらいのスピードでした。はい、あえてね。どうでした？いや、今ボールを見すぎて蹴った瞬間にあまりのインパクトでそのままってなっちゃいました動けなかった。はい、ちょっと避けてたよ。避けました